前回で関東を攻め終えて徳川の残る城もあと6つになりました。でここからは軍団を作って少し楽をしようかなと思います。では次の木まで進めます。待機せよ、待機せよ。ではまずは軍団作る前に任命で城主を1人決めます。強い武将が良いのですが、自分が扱う武将は除いて誰か一人、まあ、どのあたりが良いでしょうかね。あと立花宗茂がいますので、立花宗茂を城主として前方の方の城を軒並み支配してもらうようにします。まあこれくらいですかね。で武将に関してはまあほぼ全部、自分の扱う武将に関しては持っていかない。この辺りは特性も見て使える武将は持っていかず、この辺りでいいでしょうか。でそれと同時に軍団も新設で、軍団を新設すると攻めてもらいたいお城を選ぶことができますので、これで大まかな攻略の指図ができます。あとはもう近くの従属した国を個別に落としていくので破棄を行います。前作だと自動的に自分の国の領地になったりもしたのですが、今作ではその様子が見えないのでもう倒してしまいましょう。このような形で進めていきます。出陣する。おっとここで敵の連合結成。恐れるな、我らは必ず勝つ。逃げられると思わないことだ。我らに撃てぬ敵はありません。承知いたしました。承知しました。さてここに来てあと領土5つ取れば30以上の国を支配すると、で征夷大将軍になって総武事例ができる状況にまでなりました。食いるなよ、その首いただこうか。おっとここで茅場さんが亡くなった。さてここで二条城を支配下に置き、いよいよ総武事例可能な状態になりました。そして合わせて征夷大将軍に任命です。ここで雪村ではなくその兄がこのように出てきているのもまた感慨深いところですが、はい、征夷大将軍としていよいよ総武事例と行きたいと思います。加勢いたします。では総武事例を行い、政策を執り行います。表情終了。
天下は伊達家のもとに統一されました。戦乱の世に平穏が訪れた。人々を冷えさせたが、いろいろな技術や思想の発展もあり、伊達政宗がこの木曽って海を越えようというと、また感慨深いものがありますね。新たなる世を作るぞ。世界交易の流れに乗り、さらなる進歩を遂げましたと。約14年ぐらいですかね、1628年にクリアとなりましたので、1614年8月からゲームがスタート。大阪の陣も経つつ、で2年後には北の方の佐竹を倒して、北を盤石にして南下していくことになります。上杉辺りを倒し、またさまざまな勢力を従属させ、反徳川連合を結成。須田さんとも親交を深め、もう本当この辺り誰なんだっていう人と親交を深めてますが、で1628年天下を統一です。これで長久でのクリアできました。それでは失礼します。
囲め。出陣します。助立ちいたす。わしがやそう、そうなんの。